皆さんこんにちは。今日はレースと花びらを使ってまるでドレスのようなクリスマスツリーの壁飾りを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。Please leave a light on for Christmas. For all who spend it on their own. まずは裏板を外してついていた用紙を黒いクラフトボードに差し替えます。ツリーベースにはよく見ると半分に貼り合わせた線がついているので、それに沿って半分にカットしていきます。下の方から刃を入れると発泡スチロールがよれたりせずに切ることができます。厚みがあるので何度も刃を入れてゆっくり作業してくださいね。額縁の下3センチほどを開けてツリーベースを接着します。グルーをつけて一発で綺麗につけられる自信がなかったので、固まるまで時間のかかる木工用ボンドをつけて接着することにしました。ボンドが乾く前ですが、レースを貼っていきましょう。レースをツリーに当てて大体の長さに測ってからカットします。グルーガンを使って貼り付けていきます。2枚目以降も同じようにして貼り付けていきましょう。グルーがとても熱くなっているので手では触らずに爪楊枝などでレースを押さえてあげてくださいね。レースを3段までつけてみました。今回使うのは300円商品で、3本のアジサイとリーフが花束にしてあったものを使います。色を変えて作りたい場合は大きめの花びらのアジサイを3本用意して作ってくださいね。花びらを半分に折って根元にグルーをつけて貼り付けていきます。花びらの色が2種類入っていたので色を交互にして貼り付けていきたいと思います。前つけた花びらの上に少し重ねるようにしながら6枚つけてみました。花びらを1列6枚を2列分貼り付けています。ここからさらにレースを重ねていきます。レースを3段と花びらを2段交互に重ねて貼り付けていきましょう。段数を重ねていくごとにレースの長さも花びらの枚数も少しずつ短く少なくなっています。ここからも花びらを付け足していきます。サイドの花びらが少し足りないので花びらをカットして付けていこうと思います。さらにレースを重ねて
次からは花びらをカットしてつけていきます。最後の段のレースを2枚つけたところです。最後はレースの糸をゆっくり引っ張ってレースを寄せます。糸を引きすぎると反対側から抜けてしまうので慎重に。手に持った状態でトップにつけて仕上げます。余った花びらは気になるところや空いているところがあれば付け足してあげましょう。花びらとレースをすべて付け終わりました。ここからまた飾り付けをしていきます。一袋にいろんな飾りが入っていました。この中から選んで付けていきたいと思います。まずはトップの星から。こんな感じでつけてみました。今回使うのはボールチェーンですが、星のチェーンもあるのでお好みで。飾り方も自由にできるので楽しみながらオリジナルを作っていただけたらと思います。今回はこのボールチェーンを上の方に飾ってみたいと思います。いくつか短く切ったので置いてみて場所を決めていきます。場所が決まったら大きいボールにだけグルーをほんの少しつけて貼り付けていきます。この時蜘蛛の糸のようにグルーが伸びて貼り付いてしまうので、その都度取り除いておきましょう。このリーフもアジサイの花束についていたので、サイドに飾り付けていきたいと思います。Broken into
リーフをつけ終わりました。ボールチェーンの小さい方のビーズを使って飾りを増やしていきます。とても小さいビーズにグルーをつけることになるので、やけどをしないようにピンセットでつけるといいと思います。葉っぱにも小さいビーズを付け足してみました。あと大きなボールも所々に足しています。最後にプレゼントとクリスマスのオーナメントをつけて完成です。ドレスのようなふわふわで可愛いクリスマスツリーに仕上がりました。ツリーベースを半分にカットするところが大変ですが、あとは簡単に作ることができるので、よかったら皆さんも作ってみてくださいね。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。